今日もホタテです。水分を取るためにキッチンペーパーを使いました。珍しいです。そして顔は微妙に映らない。バナメイエビ、腹綿を櫛で取る、うんぴーです。そして塩、粘り気が出るまで揉む。揉むのは好きだ。下ネタだ。そして片栗粉、水を2回、そして洗い流すように水気も取る。なぜ取るのかは知らない。そして並べる癖ができた料理修行男子だ。ニンニクを切るのは初めてだ。そしてやはり交通事故は今回も起きた。3、2、1、ドン。彼はあの世へと消えた。そんなことにめげず、ニンニクの皮を剥く。みじん切りにするにはどうしたらいいのか。初体験は毎回悩んだが、みじん切りにはなったらしい。匂いがすごかった。塩と胡椒を先に入れ、具材を先に入れてみるとどうなるのかを試してみた。普通はオリーブオイルから入れるらしい。めんどくさいのでエビはまとめた。オリーブオイル、白ワインがないのでみりんだ。今回は5回だ。ニンニクを入れると匂いが強すぎて鼻が曲がった。出来上がりはこんなんだ。次の日、ニンニク臭くなることは言うまでもない。60分60度。切りのいい数字なのか。出来上がりはこんなんだった。いや、その前に。だし汁を煮た。またしてもニンニクがひどく、盛り付けは丁寧らしい。最近丁寧に並べることを覚えた。学習能力、そしてニンニク。
じるという。撮影の仕方は相変わらず下手だ。そしてなぜか皿を回し、レモン汁をかけ、エビはこんな感じに仕上がった。低温調理なのだが、エビは普通に茹でた感じだった。ホタテも一緒だ。やはり海鮮に低温調理は向いていないのか、考えは続く。